なるほど、ザ・美人会。このコーナーは美しくなるためのポイントをさまざまな角度から探求していこうというコーナーです。ご紹介しましょう。高須クリニック院長、高須勝也先生です。よろしくお願いします。ガチャ。さあ、というわけでワンポイントのアドバイスでさらに美しくなっていただこうというコーナーですが、今週のゲストはですね、浦弘美さん。皆さん、もうめちゃめちゃ緊張してます。もう心臓バックンバックン言ってます。心臓バックンバックン。こんな笑ってる浦さん見るの初めてでございます。いつも感情ないんですけどもね。さあ、それでは松口くん、はい、ゲストを見て。浦さんのね、今日眼鏡を取る姿が初めて見れると。ああ、なるほどね。いつもかけて話さないですからね。もう引っ付いてんちゃうか思ってましたからね、もうね。鼻もついてんのかなと思うぐらい。さあ、というわけでですね、修正したいところを聞いてみましょう。どうですか？はい、顔をちょっとふっくらさせて、で、あと目の下にクマが出やすいんですよ、うん、だからちょっと目の下にちょっとぷっくりとアイドルの条件を入れまして、で、まあちょっと鼻筋をちょっと通してもらったらさらに良くなるかなと。小鼻もちっちゃくて、小鼻もちっちゃく、これね、今の顔ですよね。これ映ります、今の顔。今の顔、これな、物事全然違う。怖い。ブサイクやで、これ。お前、人が怒ってるのに何食うとんねんって言うて我慢してみたり。さあ、それでは修正したものをですね、先生、見せていただけますでしょうか。はい。ちょっと待って。彼女の希望はね、顔全体に、顔全体ふっくらと、はい、目の下もふっくらと、それから小鼻を小さくして鼻筋を通す。はい、上下の唇のバランスをよく、上唇が下唇より薄いのを直せと。はい、っていうかね、今出た瞬間、琴美ちゃんが爆笑したんですよね。なんでや、かわいい、かわいい、か、笑っとるやないか、お前。かわいい、どう見てもおかみ顔やないか、こんなもん。小料理屋のおかみ顔、ね、小料理屋なんか法事によくおる顔やないか、こんなもん。あの、どこのおばちゃんって聞かれるおばちゃんやもんな。あと関取の嫁はんですけど、おかみさんの、おかみさんね。さあ、というわけで本人の感想どうですか。怖いです。どうよ、この顔見て。私好きですよ。嘘つけよ、笑っとけ。さあ、というわけでですね、先生が直していただいた顔を見てみましょう。はい、絶対にね、好きじゃないと思うんだ。なんか怖い。綺麗。でもでも、こっちの方が全然ええけどね。っていうかね、多分僕思うんですけどね、松口君、はい、撮った写真の口元が全部こうちょっとずっと我慢してるみたいな口なんで、なんかずっと疲れてたんですよ、言い訳させてください。でも表情はね、自由に変えれるけど、うん、無防備な時の顔が本当の姿が出るんですよ。なるほどね、うん、さあ、それではですね、うん、先生、はい、3つ並べてみましょうか。はい、はいはい、ほう、うん、一番最初がひろみちゃんの今の顔ね、はい、真ん中が希望通りの、はい、から3番目が僕の意見で勝手に変えさせてもらった。ああ、なるほど。何変えたかって言いますとね、はい、やっぱりひろみちゃんの希望の逆なんですよ。彼女はふっくらしたいって言うんです。僕細くしちゃったの、うん、でひろみちゃんはね、鼻が高いんですよ。あ、そうなんですか。で、うん、鼻低くしちゃったの、はい、低くして削ってちっちゃくしちゃったのね。うん、なるほどね。というかやっぱり口がな、うん、いつも笑ってろってことですね。そうそう、写真撮られるときはこう感じて、そうそう、今の顔が一番縁違うのかなと。そうですか。どうです。そうですね、うん、太らせちゃいけませんね。あ、今のままをキープ、うん、先生のやつすごい綺麗なんですけど、うん、ちょっと喪服が似合いすぎるので不幸顔やもんな。不幸顔だから、真ん中は耐えられそうでしょ。そう、不幸にね、真ん中に刺して落とし入れようとしてるんじゃんかよ。この顔はおはようことみちゃんってくるんやん。かわいいじゃないですか。嘘つけよ、お前。そうですね、かわいいですね。うん、僕のお方がいいよ、お前。いけずそうじゃないですか。ガッチャーン、コロコロ変わりすぎや。きっちり掃除しとくれやつをお母さんに人に見せません。あ、なるほどね、あの宣伝のね。やっぱり、小児希望さんの、どうしてもこうね、なんか企んでそうなんですよね、何かをね。何かをね、はい、僕の方が企みの方で、はい、当人の希望の方がお人よしで騙されてる人みたいで、騙されてる方ででしょ。なんかね、やっぱりね、なんかごっつい先生直した方は政治家絡みで企んでる、真ん中はなんか餅つき大会の企画してそうな感じで企んでる人が、いざヒロミと思ってヒロミが出たわけです。裏ヒロミ思ってヒロミが出た。うまいところで、以上、なるほどさ、美人館でした。